サルデア整骨院の小泉です。今日は、コントロールについて、ご紹介したいと思います。コントロールはどういうふうにしたら、乱れるのかとか、どういうふうにしたらコントロール安定するのかっていうことについてちょっとご紹介したいなと思います。コントロールなんですけども、コントロールっていうのも、指先の感覚は、確かにもうすごく大事です。とにかくボールを触って指先の離れた感覚っていうものは、もちろん大事なことなので、なるべく長い時間ボールをこう触っておいたりとか、何か部屋でもこうボールをこう使う何か簡単なトレーニングみたいなものができるんだったらやった方がいいです。なんですけど、それよりもっと大きい問題として、基本的に一定の動きができていなければ、毎回同じ動きでできなければコントロールは 100% 乱れます。っていうのは、同じ動きですね。例えばこの腕を振る、これだと肩と手だけしか動かないので、これで同じところに投げるというのは多分容易だと思いますね。簡単にできると思います。こういう動きしかないので、よく見るとこういう感じですね。なんですけど、野球の場合は、ピッチャーだったらポセットをやって、足上げて体重移動して手上げて左手こう引っ張ってきて、ここでリリースしてって、こういろんな複合的な動作がこう入ってきちゃいます。なので、それを複合的に動かすときにどこかしらでずれると、結局リリースのポイントだったりとか肘の高さだったりとかっていうのが変わってしまうと、結局同じ風に投げてるつもりでも行く先は変わります。なので、それがじゃあどういうことなのっていうのをこう今実証したいと思いますので、簡単にさっき紹介したような感じで、今見てもらったような形で、こう腕を振るだけ、この角度だったら、例えばここからスタートして振ってここで離すっていうふうに決めておけば、大体ほぼほぼ同じところに、このぐらいの、さっきこのカゴに狙って入れてみたんですけど、5球やって距離も近いですし、5球やって4球入ると、1球ちょこっとここに跳ね返って入んなかったぐらいのレベルなので、大体同じところに行きます。なんですけど、野球の場合はさっきも言ったような感じで、これで球を放るってそうそうないと思いますから、通常考えるんだったら、取ってここから足上げてこういう風にして体重をしてっていう風になってくると思うの で一番大事なのは、これ軸足のお尻ですね。お尻の筋肉と足の裏、ここがこうブレたりとか、体重をこうかけた時にこうなってしまったりとか、こうなってしまったりとか、こうブレてしまうことによって、もうそこで全てがもうブレてます。そこからもう全部一定ではないですよね。こう毎回同じ一定のフォームにしたいんであれば、このお尻の横の中殿筋っていうところの筋肉がすごく大事になります。この筋肉が弱いことによって体の体幹がブレてしまうので、同じところに行かないということになるので、今日はその横の中殿筋の、トレーニングの仕方をちょっとご紹介したいと思います。じゃあ中殿筋の、さっき言った体幹ですね、横のお尻中殿筋のトレーニングの仕方を紹介したいと思います。まずは横向きになります。で、肘は、適当でいいです。手はついてもらっても何でもいいので、こういう形で、一番大事なのは足先ですね。つま先がこう開いてしまっちゃうと上に上げるのはダメです。この内側に入った状態で上がるところまで、で下げてもらって、また上がるところまで、こういう感じで、つま先が常にこう上を向かないように、上を向いてしまうとお尻じゃないところの筋肉を使ってしまうので、必ずつま先は上に上げないように上げます。
でさっきやったのが、まあ、一番簡単な一番レベルの負荷の低い、中殿筋のトレーニングとなってます。でまあ、うちではこういう空気の入ったバランスディスクっていうんですけど、これを使って、体が不安定な状況、例えばこの肘のところにこれを置いた状態でこれを上げさせます。ここを浮かせます。この状態で上げます。今のように安定しているところで不安定、いろいろ動いている時の状況の不安定な状況でトレーニングをしてあげてあげた方が効率的に筋力はアップします。負荷もアップしますし、筋力が力が入りやすい入りにくい状況でトレーニングをすることによってより効率的に筋力をアップします。なので、まあ、中殿筋に関してはそんなに大きな筋肉ではないので、よっぽどボディービルダーみたいな体を作りたいっていう人でない限りは、自分の体の自重ですね、足の重さとかだけで十分トレーニングとしてはできると思いますので、まあ、お家で簡単にできるトレーニングですので、まあ、週に1回から2回ぐらいやれれば十分かなと思いますので、まあ、土台ですね、走り込みとかでもこう中殿筋、お尻の筋肉を作るっていうのも確かに大事かもしれないんですけど、こういった感じでこうピンポイントで筋肉をどういう理由で鍛えるのかっていうのを理解しながらやることで、自分のコントロールの向上っていうことはできるんじゃないかなと思いますので、試していってください。